今朝は京都にお住まいの禅僧、駒澤大学名誉教授の沢木耕道さんを、京都大学人文科学研究所助教授の上山俊平さんに尋ねていただきます。沢木耕道さんは今年84歳。現在、京都市北区高ヶ峰にある曹洞宗の禅堂安泰寺に身を寄せていらっしゃいますが、一名宿なし耕道とも言われ、今までこれといった家も寺も持ったことのない人です。明治13年、三重県津市で人力車の金具作りの家に生まれましたが、幼くして両親を失い、一家は離れ離れになり、沢木さんは博打打ちの提灯屋に引き取られました。しかし、17歳の時家を飛び出し、永平寺に入門。その後文字通り、幸運流水のごとく全国各地を暗夜し、現在に至っています。大変閑静なとこですけれども、ここにお越しになってからもう何年ぐらいになりますでしょうか。ここは、この。ここは、いや、前すぎよったけどね。はあ、これは16年ね。16年目です。ああ、そうですか。これはどの宗旨のお寺ということはないわけですね。いや、曹洞宗。あ、曹洞宗ですか。それは曹洞宗学研究生を寄せるために建てたんやから。ははそれは普通のお寺ではないわけです。はは檀家で成り立ったんじゃない。それで、ただそれがために建てたけれども、ここは江藤即王がね、駒澤大学のね、学長やったね、江藤即王が名前出しとったんです。ははは名前出しとったけども、ここのためには何にも なってらへんよね。亡くなったから、私の方へこう、全部残したの、で、仕方はなしに、ここにはまあ、私らが入るまでは幽霊ですよ。ああ、そうですか。あれ屋敷だったんです。建築はね、戦争中は疎開者が入っとるやら。この部屋でも肺病患者が死んどるやら、あっちゃの部屋にも肺病患者が入ったり、いろいろあったんですよ。まあ、老子は大変忙しかったわけですけどね、その昔から、ご本なんか拝見いたしますと。最近はまあ、ここのお寺にずっとおられて、割と静かな生活をされてるわけでしょうけれども、毎日どういう。それはまた不思議にね、ちょっとも退屈せんやね。ああ。どういうことをされて、なさってるの？毎日本読んでる。ああ。最近どういう本を？次に、いや、それはいろいろね。ああ。今まではね、責任のある本ばっかり調べてたけどね。なるほど。これが面白い本がいいよ。ニューギニアのね、原住民の本がね、入っていたので、ドイツ人の階段と、日本人の書いた、両方とも読んだしよ。ああ、どういうふうに思われたんですか、日本人の書いたやつは。いや、日本人の書いた方が、面白いしね。ああ、そうですか。いや、まあ、暇人にはかなわんとしてる。で、老子がですね、禅を初めておやりになったのはいつ頃でしょうか。それはね、私はまた奇跡的にその、早いんじゃ。はあ、私はその、永平寺坊主になりに行ったんじゃ。はあ、最初はね。初っ端で。え？はじめからですか。まだ、その、提灯張り替えから、逃げ出して、永平寺行ったんじゃ。永平寺で、そら、型通りの座禅はあるけれどね。座禅に磨いておらんですよ。みんなね。それは嫌々しとんだからね。それから、今で言うたら、あわらね。あわら町の本所というところに、龍雲寺という寺があって、盆の手伝いにやられたんです、本山から。まあ、盆も済んだ、世垣も済んだ、波向こうも済んだんで、今日はまあ、永平寺から手伝いに来てる坊さんを、どっかへ、なしとが連れて行って。でも、何もせんでもええで、
遊んでれば、ところが私は苦労人やからね、遊んだことはね、遊んだどうやって遊んのか知らん。いまだに遊んだことないからね。あ、そうですか。何だと、してるもんね。ああ。それから、永平で、まあ、おったから、座禅することがなるとですね。それで、奥の部屋へ入って、座禅しとったんですよ。座禅したところは、その、飯炊きのババアが、奥の部屋へ、その、前夜晩の、吹き上げて、そいつを片付けにしたんです、私の座禅しとる部屋の、襖を開けた。そうしたらわしは座禅しとったよ。平然にわしをぼいつかむババアめ。これはもう、一生懸命に、ナムキエブス、ナムキエホー、ナムキエソ、ナムシャカブリブス、わしを、仏なのか丁寧に拝んだよ。はてな、俺をぼいつかむババアめ。俺を仏さんやから丁寧に拝み上がるが、これを座禅っていうのは、学問がないからわからんけども、何でも何ぞやと思った。学問したらわかるやろうが。で学問せんうちに奥の院までわかってしまったわけですな。なるほどね。いや、これが非常に奇跡的でね。実物先使わねばと。なるほど。学問も後じゃ。学問数ばっかり。それから九州の天草まで無線旅行したもんね。まあ、その後にですか。その続きで。ああ。それまあ非常に苦労したんですよ。無線旅行はずっとテクテク歩いて。歩いて。ああ。それはどういう動機でですか。動機は。どういう動機ってのは永平に乗ってもつまらんし。そこへ行ってもつまらんし。それで、天草に場所をもらうというのが、おるっていうので、それで行ったね。はじめは旅費出してやるって言うて、兄弟子になるやつが言うたところが、その時になってから、泣いて嫌がる。それで場所戻ったらまた提灯張り返しになる。なるほど。じゃあ、養父母のところで、もらうなら。それより向こう向いていった方がいいと思うで。向こう向いていったらなんとかなるやろうと思うで。非常に苦労したんで。法隆寺でですね。え？法隆寺で老子が、有識ですか？何か仏教の研究されたことございますですね。そこで研究したその仏教のですね。知識っていうものはその後何か老子の一生にとって。ああいう学問、あれはね、はあはあ、奈良でも言うが、覚え有意識、奈良行くしゃってね、はあはあ、腐るんや有意識論でしょ、はあはあ、つまり言うと仏教基礎学でしょ、あ、そう、なるほどね。禅っていうのはもう、学を超越して、もう、通力を得たるんです、そこにその、法隆寺で、けれどね、駒沢大学の教授になってからね、私も禅だけしか有意識学者やっとると知らんもんじゃからね。なるほど。学生はね、禅学と言えないもんやな。仏教学にちょっとも背かん。なるほど。そんなことがあったですよ。駒沢入った自分で。いや、有意識とか、まあ、学者って言いますと僕はよくわかりませんけどね。ある意味で非常にこう、精密な論理って言いますかね。あれは論理的にね、精密な理論ですね、で、そういうふうなものとですね、一見その、まあ、禅なんて言うと、そういう論理をまあ、こう、超越した感じがすると、で、禅なんかやる人はそういう有意識なんか普通あまりやらないんじゃないですか。やらんね。やらんからね。下道になった。なるほど。ところがね、うん、その、あの人がね、うん、それを大学院の先生にとってね、何でもな、この仏教音楽のな、が基礎がないというとな、はかりやますなしで飽きないするようなもんでな、
禅だけでは危ないなって教えてくれたんです。それで私は戦争を済んでからね。戦争って日露戦争ですね。行くようになったんです。それもまあ暇人やからね。私は7、8年おったんですよ。それで私はその宿なしやからね。帰るとこないじゃろ。帰らないでもいいや。帰らないでもいいから、その間に消防現場やなんかやんどるよ。で、法律に乗って何もかも勉強したんです。しかし、その禅の一番特徴って言いますかね。まあ、こういうことは一言でおっしゃること難しいと思いますけれども。ああ、だるまが各年無償って言うとるしね。各年無償って言う。微塵でも独断が混じったり、作り物があったらもうダメですよね。微塵も作り物ない。各年無償。真実を求めることを用いず。ああ、真実を求めること。ただ、すべからこう、剣をやむべしと。剣って見るついじゃね。ああ、剣をやむべし。ただ、すべからこう、剣を、やむべし。ああ。真を求めることを用いず。ただ、すべからこう、剣をやむべし。なるほど。あと、ある通りでしょ。そいつを見るのは、見方はみんな違うでしょ。そんなことはいかんじゃん。で、真を求めるって言えば、その真が、命名の経験が違うでしょ。それは真であるかねえか、俺ら。真を求めることを用いず。ただ、すべからこう、剣をやんべし。剣という字を私は独断って言うんじゃん。なるほど。剣はね。で今の思想問題でも何でもその剣じゃろ。まあ、そうですね。ねそれはもうしまいには黙ってしまわない。なるほど。ただ座るよりしようがない。そういたしますとですね、その、今のこの科学っていうものがですね、科学。今の文明でこう、幅を利かしてますですね。で、これはその黙るっていうよりはですね、どんどんとこの、理論を作ってね、ものを生み出してると。で、これはまあ大体この、これをみんな勉強したりですね。一般のこの文明の原動力として我々は、まあ、尊んでるわけですけどね。そういうもんとこの今おっしゃったような禅とではですね、全く生き方が違うという感じがするんですけど。生き方が違うんですよ。じゃあその禅の立場から言うと科学というものはある意味で、まあ、具合が悪いっていうのとかあるんですか？科学には終点がないよ。なるほど。禅にはあるわけですか。終点ない科学に、燃え使われてるでしょ、人間は。禅にはっていうか、禅って言わないでも、真実の世界は、始めもなく終わりもなし、いつも、いかなる原始人類でも、文明人でも、同じものがあるわけでしょ。その同じ世界を、まあ、同じに行けるんでしょ、行けるのに、それ、科学が発達して、それであったらみんな、世界中の人間が悩んどるやねえか。ボタン一つで。さあ、これが、気違いがないとは言われ。もし気違いが起きても被害は同じことでしょ。どっからどこまでが文明人かわけだから、それより、残念しとろうが。どれぐらいあるのかわけわからん。だから、この文明、科学文明に人間は追いつかれて忙しいんですよ、そら。その、善がありのままだということをおっしゃったんですが、その、ところが例えば座禅一つ取ってみても非常にこのやかましいね、この形っていうものが、消防現像なんかに書いてありますですね。それからそれとはまた別ですけど、老子が大変袈裟の研究にですね、研究っていうのを袈裟というものについて深い関心を持っていかれると。
まあ、こういうその、ある一つのこう形っていうか、厳しい形っていうものがこの一方でですね、この禅の修行と、またあの、どういう形でですね、どういう関係でこの、捉えられるかということに、僕らはちょっとわからないんですけれども、もうそんなものはなくてもいいんじゃないかと。いや、ありのままならですね、形はもう何にもなくてもいいんじゃないかという感じもするんですが。うん。まあ、難しいことは何にもないですよ。いやいや、ただ、世界はね。しかしね、ああまあ、今朝とかね、座禅の形とかね、それもね、こうやったらどんな気持ちがするかと。ね、そうでない。今朝をかけたら、なるほど。どういう気持ちだ、座禅をしたら、どう見るかと。飯炊きのババアでも、わしも子供の時に拝んだよね。なるほど。そこに大事なところがあるね。それで、意義即仏法とも言う。形であると。その形を正さねばならんというのが、それは道元禅にも。非常に、厳格な形を保った人だよね。そういう風な意味において、この形を正していくと。従って、私の、まあ、袈裟をかけて座禅をする。これでもう安心留名なんですよ。その他に何にもいらん。なるほど。学問もあってもよし、ノートもよし、あるものを捨てにならんこともなし、ないものを仕入れにならんこともなし、それが私のことを袈裟衆って言うぐらいでね。袈裟衆の書。つまり言うと、私そこでは、袈裟かけて座禅するというだけがもう、これが正味なんですよ。なるほど。その場合にその、戒よく五戒とか十戒とか申しますですね。その戒というのはですね、この禅の立場からどういうふうに考えられたんですか？いや、どういう立場でね。あるいはね、しくじったものがあるたんびに、お釈迦さんが今しめたんですよ。なるほど。おなごでしくじった。あるいは人のものをちょっと拾って隠したとか。そこで、そのたんびにあったんで。だからね、だるまの一心開門っていうのはね、樹海の樹とは伝なり。伝える。伝とはこれ、核なり。悟り。仏心を悟るを真の樹海という。なるほど。だから、お釈迦さんの気持ちがわかるのが真の樹海。だから、禅戒一如という言葉もあるんですよ。禅と戒とは一如である。座禅しながら舞うとこもできんし、座禅しながら蒸すともできんし。老子は、あれですけど、まあ、私たちの素人考えから見てですね、もともとこの、お釈迦さんもその、家族を捨ててね、その出家されたですしね。だからお坊さんのことを、まあ出家と言ってきたわけですね。ところがその今のお坊さんは家の中に入ってですね、出家でなくてですね、入家って言いますか、家の中入ってるお坊さんが多いし。そういうことからですね、まあ元々のその仏教のあり方というもんと、まあだいぶ違ったですね。もののように思うんですがね、その現在の仏教っていうものについて、老子のご感想を伺いたいんですけども。まあ、職業になったじゃないですか。だから、面山っていう人もね、出家したってもね、わら小屋から瓦小屋へ移ったんではいかんぞやつに、それはまあ昔から言うんやけどね。うっかりすると商売替えになっちゃうね。だけど、商売替えじゃないじゃね。
しかし私はこれ、宿らせてきたらね、うん、交渉がね、うん、成功でしたな、成功もいろいろあるぞ。うん、いや、私らはこれはまあ、こんな結構なことはないですよ。うん、ええ。何のことはないもん。それで不自由もせんもんね。うん、何にも不自由せん。ここに終わってくれて、ここに終わって。まあ、普通の人は不自由すると思ってですね、いろいろ職業を身につけたりね。お坊さんでもいろいろ檀家を増やしたりしてると思うんですがね。その、なぜ老子はいながらにしてね、その、いろいろ異色が集まってくるかってことですな。これはみんなにちょっと謎だと思うんです。うん、ええ、これもね、タコ圧していくのが嫌やったけなもんな。ああ。大自然の死にね、昼は高村に行って、ゆいて時期を買い。うん、夜は林家に帰って出して安全す。出家したしく個人の風になろう。そういう詩がありますね。いや、実際ね、ありがたいことですよ、これ。私はまあ、あんまり忙しい日本中飛び歩いとったからね、運数引っ張るときにはまあ、タコワとしたけどね。タコワとしたら暇がないもんね。まあ、イソロの名人やからね。なるほど。その、禅宗の坊さんでもですね、親類縁者とかですね、こう、子供たちに取り囲まれた老後っていうことはあまりお考えになりませんですか？例えば子供がおってですね、子供が、自分の肉親がですね、旗におる生活と、今の生活と、まあ、頭で比べられてですね、どうこうということはほとんどお考えにならないですか？それは僕らにわからないのは、その、お年寄りになると、みんな弱気がさしてですね。やっぱりその自分の可愛い孫とかですね、子供がそばによちよちしてくれたら嬉しいというふうなね、ことをついうっかり考えるんですが、ね、子供も何もないでしょ。ああ、そうですか。本当ね。ああ、よかったの。これで子供があって、孫があって、あと見てかんならんだら大変だけれども、自分一人、そして不自由もせずね、結構なもんですよ。しかしそれはありがたいことでね。うん、宿らしでもこれ、こんな、これバラックやけどね。こんなだけにこう折れるしね。うん、まあ結構なもんですよ。うん、はい、これは野草が行さん入るしね、うん。野草の料理してくれるしね。ああ。小鳥が飛んでくるし。うん、これ、もみじがこれ、秋になるとね、ここへ真っ赤になる。うん、いや、実際私もね、幸福なものなんですよ。なるほど。まあ最後にちょっとお伺いしたいのは、その現代の社会に対して、その仏教というのは何かですね、果たす役割と申しますかね、その仏教というものがその現代社会にどういう貢献ができるかという点ですね、これはみんなにとって興味がある問題だと思うんですけれども、老子はどういうふうに。貢献ってみんなが、この、仏教というものを、つまりね、お釈迦さんというものがどんなんやわからんぞ。それなんや、うん。お釈迦さんはなんで出家したか、悟りということはどんなことかっていう。うん、だからお釈迦さんが悟ったということは、一体どういうことかということがわからんぞ、うんうん。だから、そこが大事なところなんや。うん、だから、それには非常にね、また、ちょっとわかるこっちゃないがね。ちょっとわかるこっちゃないが、
非常に大事なところです、うん、その大事なものだけがなしで、うん、空っぽの伽藍やら面会やら、うん、そんなものが残っとるんですよ、うん、その一番大事なものは一体何かと、うん、それのことを悟りと言うても間違うし、うん、修行と言うても間違うし、うん、つまり言うと本当の自己を持つことでしょ、うん、本当の自己の生き方を持つことでしょうが、言葉書いて、いや、みんなが宿なしになることですよ。なるほどね。宿ありが間違うとるんですよ。うん、その宿の取り合いするから。うん、まあ、みんなが宿なしになったらいいと今おっしゃったわけですよね。これ大変だと思うんですね。宿あるのは間違うとるでしょ。うん。その、そういうね、お気持ちに到達されたね。もともとっていうのは どういうところからなんですか、その老子が。もともとって、もともと宿なしじゃん。いや、そのね、みんなはその宿のないところからですね、宿をせっせと作っていくわけですね。ひったくり合いするでしょうか。はあ。ひったくり合いが修羅道じゃん。うん、どうせボンブじゃからね。ああ。誤りがありますよ、どっちも。この誤りをね、まあ、これ習慣で多めに見て、養っとるんですよ。というか、しょうがないでしょ。じゃあ、このあたりどうも、いろいろ長いことありがとうございました。日曜訪問。